こんにちは。フットボールレディオの松です。今回はイングランドプレミアリーグのロンドンに位置する3つのビッグクラブ、チェルシー、アーセナル、そしてトッテナムホットスパーの現状を比較していきながら、来シーズン 2023-2024 シーズンに向けた彼らへの期待値についてお話をしていこうかなと思っておりますので、ぜひ興味のある方は最後まで聞いていただけたらなと思います。では早速始めていきます。まずはロンドンの青き獅子チェルシーからお話をしていきます。チェルシーは新指揮官としてマウリシオ・ポチェティーノを招聘することに成功しております。すでにアメリカで行われているプレシーズン4試合消化しておりまして、レクサム、ブライトン、ニューカッスルユナイテッド、フラムと試合を行っております。戦績は3勝1分け0敗という形で勝ち越しております。このラジオが収録している時点ではドルトムントとのプレシーズンは行われていないので、こちらの結果についてはわからないんですけれども、非常に状態が良く、うまくスカットも整理された中で、プレシーズンを過ごせているのではないかなと思います。そして開幕戦なんですけれども、8月の14日ホームスタンフォードブリッジでリバプールと試合を行う予定となっております。チェルシーはですね、マウリシオ・ポチェティーノという監督を招聘して再起を図るシーズンになりますし、開幕から大きな相手と試合することになりますけれども、しっかりとそこを勝利で収めて素晴らしい形でシーズンを切りたいと思っているはずです。ただ対するリバプールも昨シーズンチャンピオンズリーグの出場権を逃してしまったという結果がありますので、そこを是が非でも獲得しに行く、そしてプレミアリーグのタイトルを獲得しに行くというところを全力で目指してくるので、初戦のチェルシー戦も間違いなく状態のいい中で挑んでくることになるので、チェルシーからすると開幕戦としては少し厳しい相手になってしまっているのかなという状況ではございます。ただ先ほども紹介した通り、プレシーズンでは非常にいい状態を過ごしておりますので、リバプールも大きな選手複数人、退団していっている状態もありますので、戦力的なバランスだったり、チームへの馴染み度だったりね、そういったところで、お互いね、こう計算できない部分っていうのも現状あるはずですから、面白い試合になるのではないかなと。そしてチェルシーに関してなんですけれども、皆さんもご存知かと思いますけれども、今シーズン2022-2023 シーズンが終了して、来シーズンの 2023-2024 シーズンに向けて行わなければならないことが一つありました。何かと言いますと、スカット整理ですね。先ほども少しこの言葉を使って、お話はしましたけれども、多くの選手を抱えすぎて、ロッカールームに、トップチームの選手が、全員入ることができないといった状態が続いていたと。でキャプテンのチアゴ・シウバもそういったことをコメントに出しておりましたし、OB 勢もですね、現状のチェルシーの、スカットの多さっていうところをすごく、嘆いておりました。今の状態では良くないと、バランスが整っていないというところを、コメントしておりました。そこの意見に関しては私も含め、多くのサッカーファンの方も、同じ意見を、持たれていたかなと思いますけれども、オーナーがね、もともとやっぱり MLS のドジャースのオーナーを務めている人物ですので、スポーツチームを抱えるっていうことには慣れてるかなと思うんですけれども、やっぱりそのサッカーのね、チームを作り上げる、その緻密さだったりとか、サッカーのチームを構築する上で必要な要素っていうのを、全て理解した中でこう行っていたわけではないと思うし、やっぱりアブラモビッチ体制が、ロシア・ウクライナ問題があって、売却しなければならないというふうになって、急遽、名乗りを上げて、準備をして買収したっていう形になってるはずなので、長い時間かけて、チェルシーの買収に乗り出していたという報道はなかったんで、致し方ないところはあるのかなというふうには思うんですけれども、スカットの整理っていうところを、必ずしていかなければなりませんでした。そういった状況の中で、安く買い叩かれてもおかしくないのではないかなと思っていたんですけれども、非常にうまく、売却できていると思います。カイ・ハバーツをアーセナルに売却してますし、メイソン・マウントもマンチェスター・ユナイテッド、マテオ・コバチッチ・マンチェスター・シティ、カリドゥ・クリバリ・アル・ヒラル、クリスティアン・プリシッチ・ミラン、エル・アルメンディ・アル・アハリ、ロフタス・チーク・ミラン、アンパドゥもリーズに売却して、カンテもアル・イテハド、ピエール・エメリック・オバミアンはマルセイユ、アスピリクエタはアトレティコ・マドリード、こういった選手をうまく売却してます。ここ近年間違いなくチェルシーの躍進に大きく貢献してきた選手たちが基本的には売却されてるんで、
まあ、世代が変わるというか、まあ、時代が変わってるなっていうふうにはすごく感じるところはあるんですけれども、まあ、彼らをまあ現金化した時に、まあ、本当に適正価格に近い、まあ、もしくはそれ以上だろうと、呼べるような金額でうまく売却できているので、まあ、戦力ダウンになってしまっていることは、まあ、否めないところはもちろんあるんですけれども、一番の課題だったスカッと整理っていうところは間違いなく行えたと思うので、現状夏のマーケットチェルシーも当然過ごしてますけれども、まあ、成功に近い市場を過ごしているのではないかなと思います。そういった状況の中でもちろん選手が抜けていけばその分人を加えなければならない、ただ加えすぎることは良くないっていうところで、まあ、誰を取ってくるんだろうというところで、まあ、多くの注目ねチェルシーは浴びていたと思うんですけれども、もともと興味を持っていてほぼ合意していたと言われていた、クリストファー・エンクンクをライプツヒから完全移籍で獲得してますし、現状評価がすごく高まっているビジャレアルのニコラス・ジャクソン、彼もですね、獲得しております。あとはトップチームでデビューさせるのかはちょっと微妙なんですけど、まあ、レンヌのウゴチェクとか、まあ、サントスのガブリエルだったり、まあ、こういった選手も獲得しているといった状況ですね。なので大型補強っていうのは基本的にはエンクンク一人のみになるのかなと思うんですけれども、しっかりと、若手の選手も取ってきてますし、こううまく潤滑させている印象もあるので、まあ、あと一人ね、ブライトンのモイセス・カイセド、まあ、取れたら、まあ、ほぼパーフェクトに近いようなね、夏のマーケットになるのかなというところはあるんですけれども、チェルシーからすると、まあ、現状ねチャンピオンズリーグの出場権を失ってしまっている状況だったりとか、資金面的にも、まあ、原価償却をねたくさん使って選手取ってきたりしてますから、まあ、その分のね負担っていうのが、毎年乗っかってくるっていうことになってるわけですから、まあ、ちょっとね、たくさんの補強っていうのはできるわけではないんですけれども、本当に合格ラインに普通に、乗っているというか、まあ、合格ライン以上の、夏の市場を過ごしているということは、疑いがないのではないかなと思います。でプレシーズンなんですけれども、先ほども紹介した通りすでに4試合消化しておりまして、マウリシオ・ポチェティーノは基本的には 4-2-3-1 を使っているのかなという印象が強いです。そして現状抱えているスカットも紹介していきます。ゴールキーパーはケパ、スロニナとベティネッリで、最終ラインになると、フォファナ、バディアシル、コルウィル、チャロバ、サール、チアゴシューバ、ベンチルベル、ククレジャ、マートセン、ルイス・ホール、リース・ジェームス、マロギュストで、中盤になるとエンソ・フェルナンデス、アンドレイ・サントス、チクエメカ、ギャラガー、カサディ、そして前線になるとラヒーム・スターリング、ムドリク、ハドソン・オドイ、マドゥエケ、シエッシュ、エンクンク、ルカク、ニコラス・ジャクソン、ブロヤ、こういった選手を抱えております。まあ、選手層的にもしっかりと人揃ってると思いますし、まあ、対談をね望んでいる選手も一部いるんですけれども、まあ、彼らをうまく使って別のタレントをまた、加えることができればですね、まあ、問題なくシーズン過ごすことはできるでしょうし、まあ、チャンピオンズリーグの出場権を確保するということになればですね、まあ、選手層の他に、まあ、チームとしての戦い方だったり、まあ、ポチェティーノのね、まあ、個性だったりとか、まあ、戦術だったりとかもそうだし、まあ、一人一人の能力っていうところももちろん、大事になってくることなので、まあ、今のプレミアリーグで簡単にねチャンピオンズリーグの出場権確保できますというふうに、言うことは難しいんですけれども、まあ、抱えてる戦力は世界でもトップクラスであることに疑いはないかなと思うので、まあ、あれだけの選手を売却したとしても、まあ、これだけ優秀な選手がいるっていうことですよね。でプレシーズンを見てる限りだと、まあ、ゴールキーパーに関しては多分ケパーでいくと思うんですね、来シーズン。で、フォーバックに関しても、まあ、右はリース・ジェームスとマロ・ギュストがいるんで、まあ、問題ないでしょうと。で、センターバックに関しても、チアゴ・シューバ、フォファナ、コルウィル、バディアシル、チャロバーがいるんで、もう誰か取る必要はないんですよね。もう直近だったらね、モナコの、ディザ氏の獲得に乗り出してるんじゃないかっていう報道が出てるんですけど、正直取る必要は全くないですよね。まあ、これだけの戦力を抱えているので、もうその資金があるんだったら別のポジションに人は取るべきだとは思います。で、左のサイドバックに関してもチルベルとククレジャがいて、まあ、ルイス・ホールというタレントも育ってきてますから、まあ、わざわざ誰かを取る必要もないし問題がない。なので最終ラインに関してはほとんど問題がないですね。本当にまあ入れ替えを行うぐらいじゃないですか、あったとしても。そしてダブルボランチですね、エンソ・フェルナンデス、アンドレイ・サントス、チュクエメカ、ギャラガー、まあ、こういったタレントになるのかなと。
まあ、エンソ・フェルナンデスは確定で、まあ、このチームの軸に、まあ、なっていく選手だと思うので、まあ、使われることは確定しているかなと思うんですけど、まあ、問題はその相方ですよね。まあ、アンドレ・サントスで行くのか、まあ、そこにチク・エメカを持ってくるのか、まあ、上下の運動できるギャラガーを持ってくるのか。で、チク・エメカとかはプレシーズンとか見てるとトップ下で使われたりすることもあるので、もしかしたら、1列上のポジションで考えていたりするかなと思うんですけど、まあ、チクウェミカに関してはね、まあ、ボランチも問題なくこなせる選手だと思うんで、まあ、ユーティリティ性を提供するというかね、中盤のポジションどこでもやっちゃいますよみたいな、感じになるのかなと。ただまあ人の質としては、まあある程度抱えてるんですけど、まあ、もう少し、まあ、経験値があってより計算できるタレントは欲しいかなっていうところですよね。まあ、それこそカイセドということになるかなと思うんですけど、まあ、エンソ・フェルナンデスとカイセドのダブルボランチなんてね、もう本当に贅沢というかね、もう本当すごいなっていうことに、ね、なりますけれども、まあ、そこをうまく引きつけて連れてくることができれば、まあ、アンドレイ・サントスだったりチクエメカをそこでうまく併用していきながらね、2列目で彼らを使っていって、エンソと、カイセドが支えるみたいなこともできますから。でギャラガーのねこう飛び出す能力とかもトップ下の方がねどんどんこう生きるような気もするしね。はい、なので、まあ、カイセドの獲得がね、早急にまとめられたら、チェルシーの中盤のスカットは一気にね、安定感も出てくるのかなというふうに思うんですけど、まあ、現状の中盤だとちょっと物足りなさはありますね。はい、そして2列目ですね、右に関してはマデュエケと、まあ、スターリングで、トップ下に関しては先ほども紹介しましたが、まあ、チクエメカが入ったり、まあ、ギャラガーが入ったりもするでしょうし、まあ、新加入のエンクンクも入るでしょうと。で、左に関してはムドリクプラス、まあ、エンクンクも左で、起用することができるので、まあ、そちらに入るでしょうと。で、ワントップのポジションに関しては、まあ、ニコラス・ジャクソンが、まあ、プレシーズンでも使われておりますし、まあ、数字も残してるしパフォーマンスもすごくいいので、まあ、ニコラス・ジャクソン軸で行くんだろうなと。ただ、まあ、現状立場がね、はっきりしていないというか、まあ、正直シーズン戦っていく上で計算はされていないと思うんですけど、もうすでに個別練習でまあ、プレシーズンに帯同していないので、まあ、ルカクとかをどうしていくかですよね。やっぱりうまく売却して資金を生み出して、別のポジションにお金を使いたいって考えてるはずですから、やっぱりルカクもね年俸高いですからね、あまりこう戦力になれないというか、まあ、なることを本人も望んでいないみたいな選手を抱えるのはねチームにとってリスクになり得るんで、まあ、うまく売却したいですよね。まあ、ブロヤに関してもまあ、ポチェティーノがどれだけ戦力として数えてるのかわからないし、まあ、シエシュとかもそうなんですけど、まあ、彼らが本当にわからないというか、やっぱり退団することをある程度考えていたはずの選手たちなので、さすがにルカクも抜けて、ブロヤも抜けてっていうことになると、まあ、エンクンク真ん中で使えますけど、さすがにこう真ん中のところでねこう起点になれるような選手っていうのはちょっと減ってしまうと思うんで、まあ、人は取りたいですよね。なのでそれこそあのユベントスの、デュシャン・ブラホビッチがユベントスを退団することを望んでるんじゃないかみたいな報道が出てて、ルカクに関してもこうイタリアに行きたいっていう風に、思いを持ってるみたいですから、まあそこをうまくトレードで、まとめられたらお互いにとって、まあ、ウィンウィンになる可能性はあるので、まあ早急に話を持ちかけて話の決着をつけてしまった方がいいのかなというふうには思いますけどね。もちろんまあユベントスサイドが望んでいなければ話は進まないんですけど、まあ現状やっぱりねプレシーズンに帯同してなくて、まあ、個別で練習しているルカクを戦力として数えるわけにはいかないはずなんでね、まあ、正直ポチェティーノだったらすごくまあ好みのタイプというかフィジカル的にアスリート能力も高い選手ですからね、まあ、使うのかなと思ってたんですけど、やっぱ本人がね望んでいなかったりコミットメントできなかったりするとね、やっぱり選手としてもいい選手だったとしてもねチームに残すわけにはいかないですからね。はい、なのでまあもちろん細かな変化、中盤に人加えたいとか、まあ、センターフォワードニコラス・ジャクソンだけでいいのかとかね、まあいろいろこうエンクンク使ったりとかで、まあ、うまくこうローテーション組んだりすることができたとしても、まあまだね取りたいポジションはあるはずなので、まあ夏のマーケットまだまだ続くんでね、動きっていうのはもちろんこの先も出てくるかなと思いますけれども、まあ現状のチェルシーを評価すると、まあうまく売却もできてるし人もちゃんと取れている、で取りに行こうとしているポジションも間違いなく人が薄いところなので、
まあ、本当にいい夏のシーズンを過ごせていると思うので、まあ、5段階評価で評価すると僕は4点ぐらい上げてもいいんじゃないかなと。もちろん5点になれる可能性はあるし、カイセドだったりね、センターフォワードまたもう1枚取れたりとかすると、そこになっていく可能性はあるんだけれども、本当にこうチームとして組織として苦しいって言われている中でもうまーく、時間を過ごしている印象があるので、まあ、評価できる、まあ、チームだというふうに、すごく思います。はい、そして次はアーセナルですね。昨シーズン、まあ、プレミアリーグで2位という順位で、終わってしまいましたアーセナルですけれども、まあ、間違いなく、来シーズン、まあ、優勝争いに絡んでくるでしょうし、優勝候補筆頭の、まあ、チームだと思います。まあ、マンチェスターシティというチームがね、プレミアリーグにはいるんで、まあ、簡単には、成し遂げることは当然難しいですし、まあ、シティに限らず、まあ、ユナイテッドだったりニューカッスルだったり、まあ、ブライトン、まあ、先ほどのチェルシーもそうだし、後ほど話すスパーズもそうだし、まあ、リバプールとかね、まあ、本当にクセ者も強者も本当に多い、まあ、リーグなんで、まあ、優勝候補といってももちろんね簡単ではないことは間違いないんですけれども、安定して結果を出せるチームであることに変わりはないので、まあ、勝ち点もその分計算できるでしょうから、まあ、優勝候補に当然名を連ねてくることに変わりはないと。ただ昨シーズンの、まあ、結果2位という結果で終わってしまってるんで、その中で見えていた、まあ、課題っていうのを当然修正して来シーズン向かわなければならないと。じゃあその結果って何なんだろう、その修正しなければならないポイントって何なんだろう、まあ、細かく言えばもちろんね、そこ以外にはあるかなと思うんですけれども、一つ明確に言えるのは、まあ、選手層の薄さだと思うんですよね。やっぱり優勝したマンチェスターシティはベンチの層も相当厚かったし、まあ、人がいない中でもうまくその起用法とかでうまくその質を落とさずに戦うことができていたっていうところがあったんで優勝できたと思うんですよ。でアルテタに関しては、まあ、人をちょっとこう入れ替えるような形だけになってしまっていたところはちょっとまあ気になるところではあるんだけれども、やっぱりあの人を入れ替えた時にその質が落ちなかったりすると、多分優勝争いに絡めていたというか、多分優勝できていたと思うんですよ。マンチェスターシティも勝ち点落としたりすること特に初盤はあったし、アーセナルも後半あれだけ落とすことはなかったと思うんですね。なので優勝をしっかりともぎ取るために見えた課題をまずは解決する、それをしっかりとフロントがサポートしなければならないよねっていう夏の市場を、まあ、過ごさなければならないという中での現状に至るんですけれども、非常に素晴らしい補強をしていると思います。まずは退団していった選手なんですけれども、グラニト・ジャカがレバークーゼンに移籍していくことになりました。契約満了もね、残り数年となっていた選手を、まあ、このタイミングで売却できたことは非常に、賢いと思いますし、まあ、本人もね、別の環境でもう一度やりたいっていうふうに思っていたみたいなので、ジャカが来シーズンもう一度アーセナルでプレーしている姿を見たいと思っていた方もいらっしゃったかなと思うんですけれども、うまく世代交代を行うために、行えた売却だと思うので、正解の、移籍だと思います。でパブロ・マリもですね、アーセナルの主力にはなりきれてなくて、昨シーズンもレンタルで、違うチームに行ってましたけれども、まあ、モンツァにそのまま移籍していくことになりましたし、アーセナルから、レンタルでいろんなチームちょっと渡り歩くような形でしたけれども、メイトランド・ナイルズ、彼も、契約満了という形で退団することになりました。そして補強なんですけれども、デクラン・ライスをウェストハム、そしてカイ・ハバーツをチェルシー、そしてユリアン・ティンバーをアヤックスから獲得しております。まあ、非常にネームバリューのある選手をたくさん集めています。デクラン・ライスに関しては190億近い金額で、カイ・ハバーツも100億超えで、ユリアン・ティンバーは75億ぐらいかなの金額で獲得してるんで、まあ、大体合計で300は超えてますよね。まあ、近年のアーセナルの補強のことを考えると、もう全く使ってる額が全然違うので、まあ、アーセナルのサポーターの方々もね、ちょっとこうウキウキワクワクしながらちょっと来シーズン見れるんじゃないかなと、まあ、思うんですけれども、まあ、本当に必要だったポジションに人をちゃんと加えて、まあ、ミケル・アルテタという監督が欲しがっていたタレントをしっかりと、まあ、連れてくることができている現状ですので、まあ、スカットとしてまとまりもすごくあるし、まあ、各ポジションにしっかりと人が揃ってるんで、間違いなくチームとして素晴らしい来シーズンになると思います。で先ほど紹介したチェルシーと同様に、アーセナルはアメリカで、まあ、プレーシーズン行ってるんですけれども、まずはニュルンベルクと、まあ、試合を行いました。ニュルンベルクとの試合はアメリカではなかったですね。この試合は1対1のドロー決着で、その後アメリカに移って MLS のオールスターと、まあ、試合を行って、大勝で勝利
で、その後マンチェスターユナイテッドと試合をして敗北で、バルセロナと試合を行って勝利、その後ですね、8月の初旬ぐらいかなに、試合が行われる予定で、このラジオが収録している頃にはまだなんですけど、まあ、エミレーツスタジアムに戻ってモナコと、まあ、試合を行う予定になってるみたいです。エミレーツカップかな。なのでこのラジオが投稿されている頃にはこの試合が終わってるかなと思うんですけど、まあ、プレシーズンの成績としては、まあ、2勝1分け1敗っていう形になるので、まあ、まずまずの、結果だと思います。まあ、選手たちの動きもね、まだまだこうキレが出てきている状態ではないし、まあ、合流が遅れてる選手だったりとか、まあ、控えに甘んじてる選手をたくさん起用するっていうのが、まあ、プレシーズンでよくあることなので、まあ、戦績ってあまりね、こう気にする必要はないかなっていうところではあるんですけど、まあ、勝利を収めるところはしっかりと勝利を収めて、負けることももちろんあるけれども、試したい戦力をしっかりと、試せるタイミングで試して、まあ、連れてくるタイミングも早かったっていうのもあるんですけどね。やっぱりデクラン・ライスとかユリアン・ティンバーとか、加入して間もないのでまだアーセナルのサッカーにフィットできている印象はないんですけど、まあ、プレシーズンから帯同できたっていうことはシーズンに入って間違いなく生きてくるはずなんで、まあ、本当にいいプレシーズンを過ごせているんじゃないかなと思います。で、アーセナルに関しては先ほども紹介した通りモナコとのエミレーツカップが終わった後に8月の7日ですね、コミュニティシールドがあります。マンチェスターシティと試合を行う予定になってるんで、まあ、すごくレベルの高い試合になると思います。で、開幕は8月の12日、ホームエミレーツスタジアムでノッティンガムフォレストと試合を行うことになります。監督はスティーブ・クーパーで、まあ、昨シーズンもねシーズン戦っている中でこう波がある、まあ、戦い方をしていたチームという印象が僕の中であるので、まあ、アーセナルだったら問題なく、まあ、下すことができるでしょうし、まあ、このチームも基本的に降格圏に沈まないための戦い方をするチームなのである程度ラインも低く設定してくるでしょうし、まあ、アーセナルがボールを持つ時間がね間違いなく多くなってくるんで、まあ、普段通りの戦い方をすることができて、一人一人のポジションのところで距離がちょっと空きすぎていたりとか、ちょっとオフ・ザ・ボールがちょっと量が少なかったりとかするようなことがなければですね、まあ、問題なく、下すことができるでしょうというところですね。はい。そしてアーセナルのスカッドについても、お話ね、していきたいんですけれども、まずはゴールキーパーからですね、ラムズデールとマット・ターナー、最終ライン、ティンバー・ホワイト、サリバー・ホールディング、マガリアインス、キビオル、ジンチェンコ、トミアス、ティアニー、中盤デクラン・ライス、トーマス、ジョルジーニョ、エルネニー、ウーデゴール、ファビオ・ビエイラ、スミスロー、ハバーツ、両ワイド、サカ、ネルソン、マルティネッリ、トロサール、前線ガブリエル・ジェズス、バロ軍、エンケティアというスカットになってます。すごいですね、素晴らしい選手たくさん揃っているんじゃないかなと思います。まあ、ここにさらに人を加えるとなるとどこになるのかなっていうのはちょっと難しいところではあるんですけど、まあ、強いて言うならセンターバックですかね。まあ、ティンバー・ホワイトをもう右サイドバックとして計算して、まあ、富安選手も、まあ、左のサイドバックもしくは右として考えるんだったら、まあ、サリバとマガリアインスの控えがホールディングとキビオルになるんで、まあ、彼ら2人ではちょっとこう、ね、物足りなさがあったりする昨シーズンだったと思うので、まあ、キビオルはね加入してまだ間もないっていうこともあるんで、まあ、徐々に慣れてくればもしかしたらね大化けするかもしれないんですけど、でもやっぱり、サリバとマガリアインスを脅かす存在には間違いなく慣れていないのが現状だと思うので、まあ、彼らを脅かせるようなセンターバックをまあ取ることぐらいですかね、現状のアーセナルに必要なのは。あとはそうですね、もっともっと求めるならセンターフォワードのところに高さのある選手を持ってくるとかですかね。それこそ今のアーセナルにジルーとかがいたらすごく面白いなっていうふうには思いますけどね、うん、まあミランが出すとは思えないんですけど、はい。まあでもそういうね、もう本当に贅沢の上に贅沢を重ねるぐらいでしかやっぱり今のアーセナルって穴がないと思うんで、まあ、戦力としてもバランスもすごく取れているチームだと思うので、まあ現状今のアーセナルを評価するとするならば、まあ本当に5点っていうねマックス点を与えてあげたいんですけど、5点を上げてしまうともうねこう満点っていうことなんで、それ以上上がないっていうことになっちゃうんで 4.5 にしときます。ただほぼ5に近いです、はい。そして次、そのアーセナルの、まあ、ライバルというかね、もう因縁のライバルですけれども、トッテナムホットスパー、まあ、通称スパーズ
について、次はお話をしていきます。監督は、新監督として招聘されました、アンジェポステコグルーですね。日本で言えば横浜 F マリノス、そして昨シーズンまでは、スコットランドセルティックの監督を務めておりました。まあ、非常にね、攻撃的なスタイルを、まあ、志向するタイプの監督で、まあ、ビルドアップのところの、まあ、プレス回避とかゴールキーパーを含めた中でのビルドアップっていうところはもう少し、まあ、構築していく必要があるのかなっていうタイプの印象を持っている監督ではあるんですけれども、まあ、近年、まあ、モーリーニョだったりコンテだったりとか比較的こうね、ブロック形成してからのカウンター攻撃っていうところを、まあ、軸に置いていた監督とはまたね、打って変わって別のタイプの監督になるので、今までのスパーズとはちょっと違う、まあ、戦い方になるのかなっていうのは、間違いなく、思います。でプレシーズンなんですけれども、まあ、オーストラリアでまずスタートしまして、ウェストハムと試合しました。この試合は2対3で負けたのかな。でその後シンガポールに移って、ライオンシティセラーズというチームと試合しました。この試合は大勝ですね、5対0かな。でその前にですね、一応レスターと試合する予定だったんですけど、まあ、天候が良くなかったのかなんかで、延期になって、行われることがありませんでした。でこの後、ホームに戻りまして、トッテナムホットスパースタジアムですねに戻りまして、シャフタールと、試合を行って、スペインに移ってバルセロナと、まあ、試合を行って、プレミアリーグの開幕に向かいます。で開幕戦なんですけれども、アウェーに乗り込むような形で8月13日、ブレントフォードと試合を行うことになります。非常に、癖のある、強敵と呼べるような、チームだと思うので、スパーズの方が、まあ、戦力的にも人の質的にも高いことに疑いはないんですけれども、このチームはですね、まあ、マンチェスターシティをしっかりと戦略的にも、攻略できるチームを、持ってこれるチームなので、スパーズもね、舐めてかかると足元すくわれてしまうようなねことになるので、まあ舐めてかかるっていうことは基本的にはないと思うんですけど、簡単に勝利できる相手ではないっていうことはもうはっきり言えますね。はい。ではスカットを紹介していきます。ゴールキーパービカーリオ、ウーゴロリス、フォースター、最終ライン、クリスティアン・ロメロ、エリック・ダイヤ、ダビンソン・サンチェス、ジョー・ロドン、タンガンガ、ウドジェ、ベン・デイビス、レギロン、ペドロ・ポロ、エメルソン・ロイヤル、ジェド・スペンス。そして中盤です。オリバー・スキップ、ホイビア、ベン・タンクール、エンドンベレは確か移籍しそうですね。ビスマ、サール、ロチェルソ、マディソン。そして2列目のワイドですね。イヴァン・ペリシッチ、ソン・フン・ミン、ソロモン、ブライアン・ヒル、クルゼスキ、リシャルリソン、そしてワントップのポジションハリー・ケインといった形になっております。対談していた選手になると、まあ、ルーカス・モーラー対談していきましたし、ハリー・ウィンクスはレスターに行きました。新加入に関しては先ほども紹介しましたけど、まあ、マディソンだったりビカーリオ、あとはソロモン、こういった選手が加入してます。まあ、スカット的なまとまりもある程度しっかりと作れてると思うし、チームの攻撃的なスタイルっていうところを試行していく上で、まだまだ取らなければならないポジション、特にセンターバックに関してはもう絶対的に人取らないとダメだとは思うんですけれども、まあ枚数的には揃ってますよね。なので、まあ、期待値はある程度持てるかなっていうふうには思うんですけれども、スパーズを語る上で絶対に話さなければならないのがハリー・ケインの流出なんですね。まあ、その移籍先の候補として上がっているバイエルンのサポーターをしている私なので、ちょっとこうね、意見をするのもちょっとこうね、申し訳ないなっていうふうに思うんですけど、先日、まあ、バイエルンのネッペとドリーセンが、ロンドンに移りまして、レビーと、会談を行ったと言われています。まあ、ケインの、まあ、移籍金に関しての、まあ、お話をしていたみたいで、まあ、その中でちょっと金額のところで相違があって、まあ、まとまりにはいかなかったみたいなんですけど、まあ、ハリー・ケイン本人が対談することを、ある程度考えていると言われてますし、ケインの奥さんが子供と、まあ、ケインと共に、ドイツに行くことをもうある程度想定しているみたいな、噂も出ているぐらいですので、まあ話がまとまってしまえば、スパーズからすると昨シーズン、個人で30得点取った選手を流出してしまうことになるので、まあ、単純に30点減ってしまうということになるんですよ。でなおかつ彼に関しては味方を使うのもうまいし、チームに必要な動きも、まあ、絶やさず行うことができる、まあ、能力の高い選手であるので、まあ、リシャルリソンで簡単に補うっていうことはやっぱり難しいんですよね。なので、
ケインが出ていく出ていかないでチームのクオリティが本当に1段階2段階変わってもおかしくない状況だと思うので、正直スパーズにハリー・ケインが残って、もしくは契約延長するみたいなことになれば、来シーズン、チャンピオンズリーグの出場権争いに絡んでいけるチームにはなると思うんですよ。ただケインがいない状態でチャンピオンズリーグの出場権争いに絡んでいけるチーム状況なのかスカットなのかって言われると、最前線の点取り屋がいなくなって最終ラインに絶対的に信頼を受ける選手もいないっていう状況ですから、正直期待は持てないというか、評価するとちょっと厳しくなってしまいかねないじゃないですか。なのでスパーズに関してはハリー・ケインを売却するならもう早急にまとめて、その資金を使って人をちゃんと加えてくる。でそれこそケイン級のセンターフォワードを取るって多分現状難しいので、もうそれだったらセンターバックにまずは人を加える。得点数は伸びないかもしれないけれども、その分失点数を減らしていくようなスタイルを、まあ、考えていって、アンジェ・ポステコグルーのサッカーに慣れる1年にして、でそこで勝ち得た結果によって来シーズン、24-25 シーズンになる直前の夏のマーケット、1年後の夏のマーケットでセンターフォワードの獲得に乗り出すみたいな形でいいんじゃないかなと思うんですよね。でリシャルリソンをこう正当に評価する1年にもなると思うんですよ。真ん中で使うことになるじゃないですか。でそこで数字が残せる残せないっていうところで、まあ、当然ケインと比較されることになるので、まあね、比較される対象がすごくレベル高いんで、リシャルリソンにとってはすごくまあ難しいことにはなるんだけれども、でも自分の出場機会が与えられていないことにちょっとこう不満を漏らしていた選手であることに疑いはないので、しっかりと出番を与えてあげて、じゃあしっかりと活躍してくださいねっていうね、言葉も付け加えることができますから、まあ、彼に言い訳を与えないっていうこともできますからね、はい、なのでまあそうですね、売却をするならする、しないならしないで、説得するなら説得する、まあその辺をうまくもうメリハリつけてやっていくことが必要で、ポステコグルーも、まあ、そこを間違いなく求めている。いつまでたってもその話し合いのところでまとまりがつかなくて、ずる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 時間が経って、それこそマーケットの最終日に近いタイミングでケインがポンって出ていってしまって、代役取りに行く時間も全くないじゃないかみたいなことになると、もうポステコグルーからすると、いやもうええ加減にしてくれっていう風になってしまうんでね、もうそれこそ本当にレビー何してんのっていう話に余計なってしまいますから、まあ本当に未来のことを考えて、まあ現状維持も大事ですけど、未来のことを考えたチーム変更っていうのを今のレビーには求められてるんじゃないかなと。もちろんケインが残った上でそのさらに上を目指していくっていうことがベストですけど、現状やっぱりスパーズにケインを引き止めるだけの要素があるのかって言われたら、やっぱり愛情だったりとか、忠誠心だったりとか、そういうこうメンタル的なところになってくると思うので、ケインが求めている、まあ、そのタイトルだったりとかっていうのをここ1年2年で取れるかって言われたら、ちょっとね難しい現状もあると思うんで、それこそレビー体制の下でね、ポチェティーノの頃にあれだけ成績出したのにうまくサポートしてあげられなかったフロントですからね、評価としては厳しくなるだろうと。なので、評価としては5段階評価にするとしたら、もちろんケインがどうなるかにもよるんだけれども、ケインがいた状態だったら評価3ぐらいになるのかなと。ただケインが抜けてしまうともう評価2ぐらいになってしまうと思うんで、1人の対談が、大きな1ポイントを、分けるっていうことですね。ということで、以上になります。ロンドンの3つの大きなクラブ、チェルシー、アーセナル、そしてトッテナムホットスパーの、現状の紹介をさせていただきました。まあ、プレミアリーグの開幕があと2週間近くになってるんで、まあ、市場もまだ空いてるんで、まあ、少なからず変化は間違いなくあるので、まあ、変化が終わって完全に市場も閉じて、完成されたスカッドになった時にまた各チームの紹介などはね、させていただこうかなと思ってるし、プレミアリーグのね、まあ、優勝争いだったり、まあ、順位予想っていうところも、まあ、近々、させていただこうかなと思ってるんで、またラジオの方聞きに来ていただけたらなと思います。あとですね、皆さんにまた告知にはなるんですけれども、私マッツーですね、昨シーズンと、まあ、今のプレシーズンは基本的にラジオで、お届けすることが多かったんですけど、カメラだったりとかそういったものもね、ある程度準備できているんで、来シーズン
開幕するにあたって、まあ、生配信とかでサッカーを見ながら皆さんとちょっと楽しくね、盛り上がれたらなというふうにも思ってるんで、ぜひねお越しいただければなというふうに思います。はい、ということで以上です。本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ最後にチャンネル登録とコメント、 Twitter、Instagram もやってるので、よろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。